皆様、こんにちは。私は小室圭です。ニューヨークの試験で、ね、合格率8割の試験に落ちちゃったんです。ほほね、来年2月に試験があるって言うんだけど、もう全然僕自信ないです。ニューヨークに今度は11月に行けるかだと。日本でも、仕事ありませんから、YouTuber でもなろうかなと思ってます。もう、どうしていいかもわかりません。もうね、僕ね、そんなに悪い人じゃないんですよ。海の王子なんか言われて、勝手に言われたけど、実際はそんなことありませんから、ね、僕がね、意図的に眞子さまを騙してんじゃありませんから、眞子さまが僕のことを好きになって、僕がそれに対して答えてるだけなんですよ。そんなに悪い人じゃないんです、私は。ただ、ダメおちゃんであることは間違いないんですよ。ダメな僕を責めないでくださいよ。本当にもう超ダメおなんですよ。ニューヨークに仕事なんかできるわけないですから、私は。まずね、クライアント。私に弁護を、仕事を頼む人なんで、ニューヨーク、アメリカ探したって一人もいませんから。今、弁護事務所に働いてるの。働いてるんじゃないんですよ。まあちょっとアルバイトでね、やってるんですけど、れからニューヨークでね、月100万円の家賃を払って、2人で生活的にとってもできませんから、もうね、たけし軍団に入るしかないと思うんですよ。なんかこう、プロダクションでも入って、コメンテーターでもやらせてもらえたらなと思ってるんですが、いかがでしょうかね。まあ、この辺についてはね、眞子さまとよく相談してみたいと思ってますよ。僕、ダメオちゃんじゃないですから、世間ではダメオちゃんと思われていますけどね、ダメオちゃんじゃないんですよ。超ダメオちゃんであることは間違いないですけど、そんなにね、責めないでくださいよ。もうね、一生懸命やりますから、はい、終わり。